はいどうもコミです。さて本日はこちらバーエレンさんからお届けしていきたいというふうに思います。タンフォール12-13のアタックですね、見ていきたいというふうに思うんですけども、本日はですね、ディガホグに注目してやっていきたいというふうに思います。で、今回の、アタックですね、結構格上のね、ディガホグ使った全開なんかも出てくるんで、タンフォール12-13を使っている方にとっては結構、参考になる場面っていうのが、随所に見られるんじゃないかなというふうに思います。私のチャンネルなんですけども、こんな形でですね、クラン対戦の買い付けの動画中心にやっております。ぜひね、最後までご覧いただきまして、いいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というところでですね、まずは、1本これを見ていきましょうか。3-6、こいつかな。フォーマンさんがね、今回の、動画の中の結構ね、主役的な感じでいっぱい、リプレイ上げさせてもらいたいと思ってるんですけども、タウンホール14ですね。で、こちらのフォーマンさんのアカウントは13になります。ヒーローは、あとロイヤルチャンピオンがレベル2上がればマックってとこですね。タウンホール14の相手で、施設は一応13のマックス強、そこまで言ってんが13から14の間ぐらいですかね、なってるかなというふうに思うんですけども、ですね、これがね、だいぶすごいんですよ、こいつ。14やってる人はもう おなじみだと思いますけども、タウンホールがね、ポイズン効果を14から持ち出すようになって、ここに突っ込んできたユニットはもうほぼほぼ全滅させられちゃうんですね。なんですけども、それをね、タウンホール13でも取り切るっていうのは、まあ、なかなか難しい中で、ディガホグで取るのって本当にね、もうレアなんですよ。相当レアですね。今、この環境下で、このディガホグを使ってね、タウンホール14で全開取ってる人っていうのはなかなかいなくて、自分も今までディガホグプレイヤーではあったんですけども、ちょっとね、最近もドラゴンに転職しています。ドラゴンが強いんですよね、今ね、14は。なんですけども、こんな感じで、アーチャークイーン、クイヒーの形ですね、ヒーラーをつけて、もうフリーズ、レイジをガンガン積んで、真ん中タウンホールを折っていきながら、周辺部分をディガホグで削っていくという感じですね。ここの仕事をアーチャークイーンに任せていくと。で、こちら側の残ったルートですね、こういう風になっている L 字型のルート、ここをディガーとホグライダーで掘っていくっていうような感じですね。やっていく形になるんですけども、このディガホグに、やるときのロイヤルチャンピオンの使い方としては、ディガホグに混ぜ込んじゃうのが結構簡単でいいですね。ディガホグライダーが縦になってくれて、ロイヤルチャンピオンを守ってくれるので、比較的高火力のロイヤルチャンピオンが全体の進行を早めてくれるっていうのが結構美味しいです。一箇所でこう立ち止まっちゃったりすると、結構ね、そこで、立ち止まってる間に防衛からダメージを受けてやられちゃうっていうケースが多いので、なるべくどんどん進ませたいんですね。ということで混ぜ込むっていうのがいいんですけども、今回のフォーマンスのアタック、相当ね、やっぱ真ん中のこのギガポイズンで、ユニットが焼かれたんですけども、最後ね、ギリギリながら、このまま全開まで持っていくという感じですね。で、ちょっともう一回この攻めを見てもらいたいんですよ。今日合計4本アタック見てほしいんですが、もう一回これをちょっと見てほしくて、この攻めかなりね、随所にいろんなポイントが詰まっていて、ディガホグをする方には、めちゃくちゃ参考になるアタックかなというふうに思うんですね。当然、タウンホール13でも同じことができるし、12でも同じことができます。で、ディガホグをする場合ですね、なるべくアーチャークイーンを村の中心部に向かわせながら、外周に抜けさせるルートが欲しいんですね。今回で言うと、フォーマンさん、ここを狙ってるんですね。このルートを歩いて、こういう風に、土砂食いを歩かせようとしている。で、そこをやるために、ベビードラゴンを2体使って、こっち側とこっち側ですね。あ、ベビードラゴンともうこれバルーンでいけてるのか。で、サイドカットをしていく。まず、このカットとアーチャークイーンの壁の中への誘導ですね。外周歩かせるんじゃ全然美味しくないんで、中に入れるんですよ。で、もう一個はこれ。フリーズをね、シングルインフェルにこう2回使って、0時状態でシングルインフェルの先を取っていきます。ね、これ結構ね、マルチインフェルノの方がお得って思う方もいらっしゃると思うんですけども、マルチインフェルノであれば、まあ、フリーズを使わなくても突破できるケースがある一方で、シングルインフェルノは大体フリーズが必要です。で、なんですけども、フリーズを使いさえすれば、シングルインフェルノは突破できるっていうことで、意外にそういうところ、クイヒー対策で置いてるシングルインフェルノを突破しちゃうと、この後クイヒーが伸びるケースがあるっていうことと、フリーズをかけるタイミングですね。すごく難しいんですよ。もう本当難しいんですけども、これね、実は、慣れでなんとかなるんですね。僕も今、
フリーズをシングルインフレに使うタイミングって、3段階シングルインフレのがこう強力になっていくじゃないですか、ダメージが。3段階目に入る瞬間にフリーズをだいたい落とせるようになってますね。で、1秒間ぐらい、遅れちゃうケースもあるんですけども、まあ、それぐらいの誤差レベルでやれます。なので、このシングルインフレに対するフリーズっていうのは、なんていうのかな、慣れの問題だというふうに割り切って、挑戦してみるのはすごくありかなっていうふうに個人的には思っていますのでね、ぜひ難しいんですけども諦めずにちょっと何回かやってみてもらうっていうことがね必要なのかな。またそれができるとここのねシングルインフェルノを突破することができるようになってくるので攻めの幅も広がるかなというふうに思います。で、もう一個ね、このクイヒーディガホグする場合の重要なポイントはこれクランジョーとタウンホール、この二つをクイヒーで追っちゃうってことなんですね。これすごい大事で、クランジョーをやっぱりね、クイヒーで処理する、まあ、イコール防衛援軍を処理することができると、ディガホグパートの伸びが全然違うんですね。まあ、ここに入っている援軍が空系のドラゴンとかベビードラゴンとか、まあ、バルーンもそうですね。こういう奴らはディガホグで殴れないじゃないですか。なんで一方的にディガホグがやられちゃう。で、一方で、アイスゴーレムとかが入ってきちゃうと、さっきね、言いましたけども、足止めを食らっちゃうと、そこでみんなユニットが焼かれちゃうんで、なるべく足止めされたくないわけですね。その足止めになっちゃうんで、これまた厄介なんですよ。つまり、ディガホグパートで、防衛を処理するっていうのは基本的にない、何らか事故っちゃった場合のみにやっていくっていうふうに考えた方が、成功率は高いと思います。まあ、それでやれないって言ってるわけじゃないんですよ。ロイヤルチャンピオンが混ざったりしてるとやれちゃうケースもあるんですけども、ただやっぱりそれってリスキーではあるし、全開の角度を下げる要因になることは間違いないかなっていうふうに。なので、何らかして、クイヒーを中にこうね、誘導していきながら、タウンホール防衛援軍を処理しつつ、一部エリアをカットして残ったところを、ディガーホグライダーで回していくというね、こういうようなプランニングができるようになってくると、クイヒーディガーホグすごくね、運用がしやすくなるかなというふうに。で、もう一本、フォーマーさんのアタックをね、見ていきたいなというふうに思うんですけども、ですね、こちらかな。さっき言ったタウンホールと援軍の処理というところを、まあ、別にクイヒーで全部叩き折っていく必要もないんですね。こんな風にやる手もありますよということでご紹介なんですけども、このタウンホール14ですね。突撃機がもうレベル3になってるんで、相当手強いはずなんですけども、ここ、突撃艦に、処理をさせる。これはスニークゴブリンが入ってるのかな？そうですね。で、タウンホールを壊して、で、援軍釣っちゃうんですね。してしまって、こういう、火力の低いところでクイヒーに処理をさせる。これも同じですよね。タウンホールと防衛援軍が処理できたことになりますので、こうなっていくとさっき言った、アドバンテージが取りやすい状態になります。あとは、クイヒーをどうやって壁の中に入れていくかっていうところになってくるんですけども、で今回フォーマンさん、ここの壁の隙間を利用して中に入れますね。ベビードラゴンでこの部分をカットしていきながら、1個残っちゃったか。残っちゃったんで、バルーンで次ですね。で、落下ダメージを加えながら、右方もカット、中に誘導していくという感じですね。そうすると、アーチャークイーンがこの辺の投石機とかですね、ボムタワーという、比較的、ディガホグで当たりたくない防衛を殴り壊してくれるので、非常に強い形が作れると。で、先ほど投下兵舎を使っていましたが、やっぱり投下兵舎を使えるプランにした方がディガホグはやっぱ伸びがいいんですね。外周部分、こういうところっていうのをみんな投下兵舎の劣化ビザードが破壊してくれるので、ね、ディガホグは、よりなんていうのかな、狭い領域をこう進むことができるようになるわけですね、こういうふうに。なんですけども、今回は突撃機関でも、兵器を使っちゃってるので、ババキンのカットに期待していたと思うんですが、これ投石機プラス、アーチャークイーンをババキンでも倒すことにしてますね。これはね、ちょっと衝撃的でした。個人的には。あ、そっち行くのかなっていうふうに思いましたね。本来こっちの外周部分をやるんですけども、投石だったり、アーチャークイーンを速やかにこう倒していかないと、確かにディガホグやられちゃうんですね。これ投石にまとめて、このディガホグ本当に撃たれて全滅なんてことがしょっちゅうあるので、タウンホール14なんかで言ったら、ディガホグの最大の敵はもう投石ともうタウンホールなんですね。間違いなく。になってきてるんですけど、ここをね、キングを入れていくことによってカットじゃなく、もう施設の破壊の方に重きを置いていく。この発想はすごいなと思いました。これ僕できないですね。多分、こんな発想。
これ、偶然入ったんじゃなくて、ここ、ウォールブレーカーで開けてますので、もう意図的に中に入れてるんですよね。入れていって、おそらくですけど、イメージ的には、ここをキングでこう壊していきながら、ギガホグは多分こういうルートで、走らせていこうと思ったのかな。こういう風に。で、この辺からも、試算しちゃってもいいやって、こんな風にね。まあ、試算しちゃってもいいやっていう風に読んでたのかなっていうような気がしますね。マルチインフェルノのこのところに向かわせたかったような、ルート作りではありましたね。まあ、結果的に、投石機のね、あった領域、ここのところにみんな、キングもギガホグもみんな集まってましたけどね。まあ、でも結果的にみんな、束になって、こっちの方面にこう抜けていったんでね、形的にはフォーマーさんが狙ってたのはおそらくこれだったのかななんていうふうに思いながら見てました。いやすごいですね。やっぱり今タンホールと、ね、防衛軍がちゃんと空飛で処理できるか、ここが大きな要因になってくるなというふうに。で次もう一本だけタンホール13お話をさせてください。でもう一個ね、やっぱタンホール12、13でディガホグが強いと言われていた、まあ言われていたって今でも強いんですけど、14が出てきてで、やっぱドラゴンの環境になんかね、ちょっとパーがなってるっぽいですけども、いまだにやっぱ強いと思うんですね。で、その強い理由っていうのが、これを見てもらうとすごくわかりやすいなというふうに思うんです。ユウさんのアタック。クイヒーディガホグの、鉄板の形であるタウンホールの処理が、ものすごいしやすいところにある。ということで、ユウさんここから攻め上がっていくわけなんですけども、ですね、これね、先に言ってしまうと、クイヒーが落ちるんですね。まあ、いわゆるロストをする形になるんですけども、そこからの、なんていうのかな、ヒーラーの仕事、これがね、えぐいぐらいに、効くわけですよ。ちょっとね、ぜひそこに注目してほしいんですが、まずはこれ、タウンホールをレイジ状態で落としていきます。いい判断ですね。レイジ状態になってね、体力が減ってないと。減ってないおかげで、この次に当たってくるこのクロスボウと、投石に対しても、ちゃんと体力マックスを保ったまま進むことができて、さらに防衛軍ともいい形で当たれてるんですが、これね、相変わらずね、このスーパーガーゴイルが嫌なんですね。多少攻撃力が下がったといえども、クイヒーキラーであることにも変わりなくて、投石機、クロスボウ、スーパーガーゴイルの、トリプル攻撃で、アチャクイのクローグを使ったけども、クローグ使う前に、スパカゴにたげられてたもんですから、そこでやられちゃいましたね。クロークで無敵になるわけではなくて、発動して以降ターゲットを取られなくなるっていう能力なので、発動する前にもうスパカゴがピョーンって花火を投げちゃったら、もうそのまま、透明状態のクローに、クイーンに刺さっていっちゃうんですね。で、落とされたというところだったわけなんですが、この後ですよね、このヒーラーたちが、今中央部分に入っているディガーと、ホグライダー、あとロイヤルチャンピオンにがっつりついて、回復しまくってんですね。で、ヒールヒーラー状態になってるので、投石機とかのダメージ受けても、全然ディガホグだったり、ロイヤルチャンピオンが、ロイヤルチャンピオンの体力が減らないですよね。で、これがね、めちゃくちゃ強いんですよ。結果的には、なんか、クイヒーの仕事って何だったのかなって思うぐらい、序盤に落ちたにもかかわらず、いい感じで全カメラ持ってっちゃうんですね。これがえげつない。本当に。でも当然ながらこの時にキングを、ここに出してカットをこう、ね、入れていきながら、さっきと同じ形ですよね。中央、この辺まではクイーンがこうカットしてくれてましたから、リガーとホグライダーっていうのはその間ですね。からこう入って中央部分に向かいながら、最後はこうね、チリチリになったけども、全部、結果的にはこの、なんていうのかな、9時方面、8時方面に集合して全開までいくと。ね。いやー、ディガーも結構残ってますからね。これだけディガーが残っていたら、序盤のクイヒーロストから考えると、だいぶ、なんていうの？生き残ってるよなっていう感じが僕はしますよね。いや、お見事ですね。とっさにクイーンがやられた後、どういう風に組み立てるかっていう判断がやっぱりユースうまかったですね。すぐに投下兵舎とキングをここに出していって、外周をカットさせながら、ディガー、ホグライダーを、当てていくっていうね、中心に入れていくっていうこの判断。これがあったからこそ、ここにいたヒーラーが、ちゃんとね、ギガホグにこう、つくことができた。で、さらにその後ろからロイヤルチャンピオンまで当てていくっていう、そんな感じの、鉄板の形を、クイヒーをロストした後の、もう本当考える時間がない、間もない、この中で、パパッと、組み立てることができたのは、やっぱりこれ慣れてるからだろうなというふうに思います。慣れはやっぱ大事ですね。いろんな戦術をするにしても、本当うまかったな。
はい、ということでですね、もう一本、タウンホール12を見ていきたいんですが、これはですね、マジで、食い火をする上での鉄板の形と言っても過言ではないかなっていうふうに、思うやつですね。Eさんが集めているタイプなんですけども、手間型と呼ばれるやつです。何かっていうと、まあ、松島みたいなイメージで思ってもらえばいいと思うんですけど、この島が点々としてるんですね、こういうふうに。これも島。まあ、これこう繋がってますけどね。一応、ほぼ島状。これも島ですね、こういうふうに。で、この島の特徴って何かっていうと、ここに、こういうルートがあるんですよ。こういうね、ルートがある場合っていうのは、結構、食い火をこの隙間に歩かせることができた場合に、バック型が取れるんですね。このルートの左右から、クロスボウに、タウンホールに、マルチインフェルノに、防衛援軍に、イーグル砲にとガンガン撃てるじゃないですか。そんな風に撃てちゃうんで、そこをちゃんと歩かせることができると、バックワードっていうのが、まあ、この締め型。で、その締め型配置を攻めるときに、このディガホグはすごい相性がいいんですけども、今回ウッキーさんね、すげえなと思ったのが、これね、あえてね、この真ん中歩かせないんですよね。で、この後どう展開するんだろうっていう風にちょっと思いながら見てたんですけども、これタウンホールのところに行ってですね、これ防衛軍するのかと思ったら釣らないんですよね。で、この後の展開ですよ。ちょっと見ていてほしいんですけど、これ、わかりますかね、これ。これね、外に出すんですね、これ。おー、マジかよって思いました、本当に。これどう狙ってたんだろうな。もしかしたら、こっちにこう抜けさせて、で、抜けるタイミングでディガホグをこう展開していくっていうプランだったのかもしれないですけども、個人的にはね、これ、なんだ、かなり衝撃的でしたね。相手のスバガゴイル、もうこれ処理するユニットがいないので、ポイズンで焼き切るしかないんですけども、これ焼き切れちゃうんですよね、こんな感じで。で、束になったディガーたちにちゃんとこうヒールを当てていく、プラス、効果兵舎をここから出してるので、これで、こうね、外周部分のカットをどんどんこうしていきます。これ見ていくと思うんですけど、まあ、ディガオグってどんなにプランが崩れても、こう、取れちゃうのっていうふうに、思いません？さすがに、この呪文の位置とか、すんげえ的確なんですよ。わかります？これ、フリーズをマルチにちゃんと当てて、その後ろから、レイジをかけていって、ディガーたちを一気に加速して、こういうね、高火力帯を突破していくとか、アーチャークイーンにしても、このタイミングでまだ生き残ってますんでね、ちゃんと、体力管理ができてるわけなんですよね。こっちも見守りながら、ディガーたちもちゃんとこう動かすことによって、これだけのディガーが中盤に残っている。でも、絶対これ、プランニング崩れてるはずなんですよ。このプランニングをするはずではなかっただろうなっていうような、ユニットの出し方になってるんですけどね。レイジもほぼ残ってるし、フリーズも残ってるし、クロークまで残っちゃってるみたいな感じですよね。これはやっぱね、ディガホグの底力だなっていう気がします。タウンホール12において、やっぱりディガホグってすげえ強い。ポンコツのボンクラっていうね、ドズルさんのチャンネルでやっている毎週水曜の番組で、ドズルさん、ディガニキ、ディガニキって言われていて、もうディガをめちゃくちゃもうこよなく愛してる、プレイヤーだったって言っていいのかな。別に引退したわけではないんですけどね。プレイヤーなんですけども。今回もディガー26体ですよね。このディガーが最後まであんだけの働きをする、プランが多少崩れてもですよ。っていうのは、やっぱり、マウッキーさんのその場その場の判断力もさることながら、もうそもそもこのタウンホール12において食い火ディガホグっていう戦術がいかに、伸びる、アドバンテージの取りやすい戦術なのかってことを、僕は示唆されているような、そんな気がしましたね。ぜひ、10人のプレイヤーの方は使ってみてもらえたらなというふうに思いますし、13になっても当然現役です。で、さらに14、それもああいうふうに撃破できるポテンシャルを秘めているアタックなので、今ちょっとね、タウンホール14では、今回紹介したようなディガホグの形っていうのは少し、まあ、使いづらいというか、まあ、相対的に弱くなっている。でもこれからまたね、ディガホグ復権は必ずあると思いますので、どこかで。それを見据えて、今のうちから12、13で、ディガホグ楽しみながら、チャレンジしてもらうというのはね、すごくありじゃないかなというふうに個人的に。ぜひ、ご参考にされたら幸いです。はい、というところでですね、本日、タウンホール12、13の、クイヒーディガホグに関して、見てまいりました。いかがでしたでしょうか？これ参考になったのいいなというふうに思っていただけましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして私のチャンネルですね、12から14まで幅広く、クラン体制のこういう解説系の動画ですね、やっておりますので、これからもどうぞご視聴よろしくお願いします。では、最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。